東鈴スズ校は、中華民国、中華人民共和国の軍人。川軍の指揮官の一人で、北京政府、国民政府に属した。字は、進むやすし、政党業の家庭に生まれる。当初は、学問を志したが、後に軍人を志望し、1906年、生徒陸軍小学堂、第一期に入学した。1909年には、 南京第四陸軍中学堂に進学する。翌年に四川鉄道保護運動が勃発すると、東鈴公は四川に戻り、川軍第四支市長、竜有リアの軍に加わった。中華民国成立後も、東鈴公は引き続き竜有リアの下で軍歴を重ねている。1915年12月からの五国戦争では、勇敢な戦いぶりで軍港を挙げ、 五国軍のサイツ場から称賛を受けている。その後も劉に帰属し、1917年には旅町に昇進した。しかし、翌年2月に劉が熊国部に敗北して、先制省南部に撤退した際には、党は劉の北京政府寄りの政治姿勢に反発していたこともあって、これに従わなかった。熊が川軍総司令になるとともに、党は第二支市長に任命された。 北京政府時代の東鈴港風渦封印、チャイナサード江戸、1920年、熊国部が天軍を支線から駆逐すると、東鈴港は、川軍第一軍第三支市長に任命された。1922年、熊と第二軍軍長、劉将の戦いでも、唐は熊を支持して、劉を撃破した。しかし、新たに、川軍総司令となった第三軍軍長、劉義弘が、 他の川軍指揮官から権限剥奪を図ると、東鈴公や他の市長級の川軍指揮官は反発する。1923年2月、東羅は熊、国部、劉義博との戦いを開始した。東羅は同じ川軍指揮官の妖盛と手を結び、さらに北京政府の支援を得て優位となる。東は4月に成都を占領し、5月、 劉義弘を総司令からの辞職に追い込んだ。1924年5月、北京政府により、陽森が、四川正しり、東鈴子が、四川省庁に任命された。翌年2月、東は、中央陸軍、しかし洋が次第に強大化して、四川統一の軍事行動を起こす。東はこれに反発し、劉将、沿素明らと組んで洋を撃破した。その後、 今度は縁を視線から駆逐するために、用途、再び連合し、縁を撃破した。中国国民党が次第に優勢になると、東鈴港も他の川軍指揮官同様に転向する。1926年冬に国民革命軍第28軍軍長に任命された。その後も続いた視線混戦の中では、党は、劉将、劉踏見てるに次ぐ第三位の勢力を要したものの、 戦局において主導権を握るまでには至らなかった。1931年からの二流の戦では、右与曲折の末に、最後は、流将を指示し、流踏みを破っている。日中戦争が勃発すると、東鈴子は軍を率いて、賛成省に赴く、第四集団軍総司令、第二十二集団軍総司令を歴任した。この時、首都区率いる八祖寺軍と交流し、 のちのちの党の政治行動に影響を与えることになる。その後、第五戦区司令長官理想人のもとに移り、通ら鉄道の守備などを担当した。1938年1月に、劉将が病死し、長軍が公認の支線省政府主席となると、川軍指揮官は一斉に反発する。長軍は一時辞職させられたが、同年10月に、 トースが川港水税主任に就任してからは次第に対立が緩和される。小介石の小政府主席兼任時期などを経た1940年11月、長軍は小政府主席にようやく着任した。日中戦争終結後はトースが川軍指揮官内のリーダー格と目されるようになる。1946年には長軍の代理として四川小政府主席となる。 翌年に正式に同職に就いた。しかし、国境内戦を進める紹介席から、兵糧供給等の広報支援を要求されるようになる。戦時中における、四川の資源消耗をもあって、党は次第に不満を抱き、省と対立するようになった。1948年3月には、党は省政府主席を辞職してしまった。その後、党鈴公は、劉不見てる。 半分からと連合して、反省解析活動を開始する。ついに1949年12月9日に、中国共産党への基準を宣言した。中華人民共和国では、西南軍政委員会復。1964年3月30日、生徒で死去。去年76。ありがとうございます。